東里県は中華民国の政治家、外交官。北京政府、国民政府に属した。字はマスオ。号は、余い経験主人。祖籍は、石膏省商工府商工県。東里県別影フーズ封印。チャイナフォースエド。1911年、北京薬学館を卒業する。その後、後帝、カオルの配下となり、北京政府で、各職を歴任した。 1917年、中ポルトガル公使館官員となる。1921年7月、中メキシコ公使館三等秘書に転じた。1925年、外交部特派直令交渉員となる。1927年11月、国民政府に転じて外交部参事に任せられた。翌年6月には、同部総務所所長を兼任している。 1929年5月、外交部中関東交渉員に任せられ、間もなく、交渉員の廃止とともに、西南五省外交船員に転じた。1931年、西南派の関東国民政府で、外交部政務室長に任せられる。年末の各派大同団結とともに、外交部視察船員に移った。1933年1月、立法院立法委員に任ぜられ、 立法院町村課による55憲法起草に参与した。1935年2月、内政部政務次長に任せられ、同時に内政部長寄付の代理も同年12月まで務めた。1936年9月、立法委員を辞職する。1937年11月、湖南省政府主席に長おさ中が任命されると、通り県は、 同省政府院憲秘書長に任ぜられた。翌年9月、民政庁庁長に移っている。その後、調査対価の責任を取らされる形で、町おさむ中が湖南省政府主席から事実上更迭され、1939年1月に、節学が公認の主席となる。しかし、節は対日戦の前線指揮官であったため、通り県が主席の職務を代行した。 1942年9月、民政庁長長を辞任し、中国国民党中央訓練団高級班講座を務めている。1944年8月、湖南昭愛山形で死去。去年55万54歳。ありがとうございます。